撮るんですか。今ですね、名古屋行きの電車の、名古屋行くために今電車乗っております。2人だね、2人。そうですね、今から泊まるホテルも2人ということで、頑張っていきましょう。今日早く寝よう、今日早く寝よう、今日早く寝よう、うん。はい、どうもこんにちは。大阪のですね、リリーベが終わりまして、現在明日の名古屋のための、そうだね、そう、名古屋の、明日は名古屋行くんです。あ、今日か、今から名古屋行くんですけど、だから今ちょっとあの大阪組とは離れまして、2人で今たこ焼きを食べに来ております。新大阪駅に。たこ焼きどこだこれ。俺大阪初めてなんですけど、ね、もうね、あれ俺大阪一回来たことあるから、はい、わかる。ちょっと他の、あっちでも大阪メンバーいたら、はい、絶対ここで出ようかな。そうですね、あの他の人たちの、他の方々の顔が映ったらちょっとあれなんで、下アングルからお邪魔いたします。あ、ありました、たこ焼き。いや、ないです。いや、あるある。あれ、違いますね。あっちにね、あるよ。あるの。今日もたこ焼きを。僕はたこ焼きかな。これは違いますね。あっちで、あっち、多分あっちにある。あっちありますね。ちょ、こうべくんがなんかめっちゃ先導してくれるんですけど、なんで僕いつも、はい、あのスタッフ太郎くんにお世話になってるんで、今日ちょっとお兄ちゃんブローかなと思って。あ、見てください、あれ、めいめい、ありがとう、ありがとうございます。あれ、僕がめいめいしたんですよね。かわいいですね。サイヒン、サイヒンちゃん。でもさ、はい、サク太郎ってさ、みんなにさ、サクちゃんって言われて、サクちゃん、サクちゃん。え、でもほら、メンバーとかにサクくんって呼ばれたりするやん。あー、基本はだだだね。え、どっちがいい、自分的に。うん、サクちゃん。え、皆さん聞きました？じゃあ、あの、サク太郎くんね、サクちゃんって呼ばれたらしいですよ。おー、俺サクちゃん。皆さんね、あの、じゃんじゃん呼んであげてください。サクくん、サクちゃん。俺、基本なんか呼びやすいよね、あだ名が好きなんだよね、俺。お、ここかな。なんとね、今日はね、太っ腹のサク太郎くんが僕にたこ焼きをご馳走してくれるとのことで、はい、とても楽しみにしているんですが、3万個買いましょう。じゃあ失礼いたしましょうか。注文して、注文。8個入り？俺あんま食わないから8個入り1個でいい。注文して出てきて、こっち終わってからまた持って。